渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け織田、彼女が不安がる。伏せ！それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか。痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ織田。動くな桐生。動くなっつったんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。おでん！